心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。世界中どこででも新しい歌を捧げよ、主に歌え、褒めたたえよ、御救いの知らせを告げよ。まことに主は大いなる方、賛美されるべき方、栄光と尊厳と栄誉、栄光と義から、ただ主だけを礼拝せよ。天を造り支えている主、世界歌を捧げよ、主に歌え、褒めたたえよ、御救いの知らせを告げよ。まことに主は大いなる方、賛美されるべき方、栄光と栄誉、光栄と力、ただ主だけを礼拝せよ。天を造り支えて、マジョスティ、主をあがめよ、誉れと賛美捧げよ。マジョスティ、おなるイエスの力が流れる御座より、高く掲げよ、主の皆を見
前にひれ伏し褒めよ主を。マジェスティおなるイエスの十字架の御業をたたえよ。マジェスティ主をあがめよ。誉れと賛美捧げよ。マジェスティおなるイエスの力は流れる御座より高く掲げよ。主の皆を御前にひれ伏し主をマジェスティおなるイエスの十字架の御業をたたえよ。それでは皆様で口読文を読み交わしましょう。天は神の栄光を語り継げ、昼は昼へ話を伝え、話もなく言葉もなく、しかしその呼び声は全地に響き渡り、神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。勇士のようにその走路を喜び走る。生き巡るのは天の果て果てまで。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ。ご着席ください。おはようございます。暑いですから皆さん気をつけて生活をしてほしいと思います。ちょっとですね、熱を出している人とかもいましてですね、よくお水を飲んでほしいと思います。それではお祈りいたします。天におられる父なる神様、今日スポーツの日の礼拝をありがとうございます。神様、元気な心と元気な体を祈り願います。私たちに体力を与えてください。病気の人を助けてください。熱を出して大変なお友達を助けてください。心が弱っている人には神様の知恵を与えて問題に立ち向かうことができるようにお願いいたします。主が私たちの祈りを聞いて答えてくださる時をありがとうございます。仕事でストレスを受けている人には助けの手を差し伸べてください。学校の勉強で悩む学生には知恵と知識を上より与え、英語もよくわかるようにお願いいたします。この教会、小さな群れの日本語を、日語部を守ってください。アメリカの英語生活をどうぞ守ってください。日本語を話す人たちが心の安らぎ、生きる力を与える教会であり、神様の栄光を表す場としてお使いください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを捧げます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく、何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書を読みます。みんなで読める人は読んでくれた方が嬉しいかな。字が読める人はお願いします。それではいきます。せーの。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主であり、生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信仰の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。アーメン。今日はですね、明日スポーツの日です。昔体育の日って言っていたんですけど、今スポーツの日って言うんですよね。何をする日かって言ったら、まあ元気な心と体を願って頑張る日なんですけれども、運動会で走ったり玉入れをしたりダンスをしたり、いろいろ日本ではやってきました。体を動かして健康になるという趣旨があります。そうするとね、運動するとお腹も空いてご飯もおいしくなるように神様が作ってくれたんですね。生まれながらにちっちゃくって弱い女の子がいました。お母さんはね、もう困った、いつも熱を出してしまうんです。近所の子供と比べてもめちゃちっちゃい。どうやったらこんな子になってしまった、私が体の弱い子を産んでしまったと思ったんです。そしたら心配するお母さんは、これから人並みの体にしようと思って毎日毎日娘を連れて
水泳をさせたんです。近くの小さな川でバシャバシャってやるだけなんですけど、そうするとね、なんかお母さんの心配とはよそに、小学校に入るときは背がぐっと伸びまして、体力もつきまして強くなっていきました。で、本当にオリンピック選手になりましてですね、金メダルまでちょっと取っちゃったんですね。これ本当の話です。弱い子供であってもトレーニングを毎日すると本当に強くなれるということです。肉体のトレーニング、体のトレーニングは益があると今日聖書のところで読みました。運動はね、大事だよということです。聖書は体の運動の利点をきちっと認めているんです。益がありますよ。イエス様もどうだった？は結構ね、健康で体力があったんですね。いつも電動で、毎日毎日車もないし馬もないし歩いたんですよ。イスラエルの国中を歩きました。で、途中疲れまして、井戸のとこでお座りをしまして、すいません、お水をくださいという時もあったんですね。で、若い頃は何をしていたかって言ったら、お父さんが大工だったので、イエス様も大工で肉体労働で一生懸命働いていたので、ちょっとマッチョマンでした。健康、体力があったと考えられています。石細工の、石の家を建てる大工さんだったんですね。毎日皆さんちょっとだけでもトレーニングをしていますか？トレーニングは有益です。体が弱いとね、病気ばかりするともう気が塞いで落ち込んだりもしてしまうんです。だからちょっと運動することを忘れないようにしたいと思います。で、もう一つ、心のトレーニングが大事だということを覚えます。信仰の心にはトレーニングが必要です。今日のところではね、経験って書いてあるんですね。経験さをトレーニングする。そうすると今の命、未来の天国での命の祝福がありますよということを教えています。で、経験って何だろうって、あんまり使わない言葉なんですけど、英語でね、パイティって言うんですね。多分来週この経験について少しメッセージをしたいと思います。神様を敬って慎む心を持つんです。深く神様を敬うということですね。信じる心をきちっと持つ意味です。信じてはいるよ、でもね、経験じゃないっていうのは、自由で自分中心で生活をしてしまうという人ですね。神様は信じてる、でも好きなように生活はさせてもらうというのは経験じゃないということです。昔古代のギリシャは4つの徳がありました。知恵と正義と知性と勇気です。で、その同格に大事だと言われたのが経験さのある信仰です。神様を信じる人多かったんだけど、経験さのある信仰です。一応体は健康でも心がね、弱くてね、問題なのという人は多いです。心の病気、うつになる人がとても現代では多いからです。誰でも同じです。試練とか苦難が来るととっても弱くなってしまうんです。知り合いの K さんはですね、親は農家なんですよ。でも子供4人いて、兄弟みんな4人ともハーバード大学に行く優秀な家庭の娘さんでした。私と同じ年なんですけど、ハーバードに行ったんですけど、もう一つすごいのはですね、4万人の大会社に就職できたんです。もうすごい、やったーだったんです。そして28歳で男性よりも出世をしまして、すごいなとみんなから思われていました。話す言葉も賢くて、きちっとパワーがある言葉を使えるんですね。言葉がうまいんです。でもね、ある日病気になりました。それはね、
がんでした。これからだという時です。結婚して子供がちっちゃい子が一人いました。それはそれは才能があり強い女性なのに悩んだんです。仕事ができなくなるほど悩んだんです。日々の生活落ち込んでいきました。もう仕事に支障が出るんです。あの時のあのクリアな頭のあのケイさんはどこに行ったんだっていう感じですね。能力があっても苦難にはやっぱり人はちょっと弱い。彼女はね、ケイさん仕事を辞めようかなどうしようかなと迷うぐらい悩んだんです。でも病気でしょ、がんだから。その時に神様助けてよと強い才能のあるKさんが祈ったんです。でね、会社はね、あ、いいよ休んだら1年でも2年でも長期の休暇をあげるよと言ってくれたんです。で、お母さんはね、いつも教会に行くお母さんだったんですね。お父さんは教会に行く人じゃなくてクリスチャンじゃないです。それでお母さんがいつもお祈りをしていたんです。我が子よ、私の言葉をよく聞きなさい。それを見出す者には命となり全身を健やかにするという聖書の言葉通り、Kさんこの時から心を開いて神様をもっと真面目に信じようと思ったんです。神様の言葉を熱心に熱心に聞いて従うとき、心も体も健康と幸福につながる素晴らしい聖書の約束をそこで信じてずっと治療をしていきました。さて、今日はスポーツの日ですね。健康を祈り願う礼拝です。体を鍛え、信じる心も鍛えるんです。Kさんはね、がんが治ったんです。そして20年後にはどうなってるかって言ったらですね、どうなったかって言ったら、彼女ね、その大会社の社長になりまして、信じられないですか、日系人ですよ皆さん、女性。それで副会長になったんですね。出世してしまいました。イエス様を救い主としてきちっと信じようと変わったんです。でね、すっごく忙しいんです、仕事が。でも毎週礼拝に行くんです。祈って神様を賛美する、褒めたたえるということを欠かさず行うんです。でもう一人子供が生まれましてですね、二人の子を連れて駐在で日本に行った時ね、上野公園におにぎりを作って子供と行くんですね。いつも時間があると土曜日で、ホームレスの人にね、こうおにぎりを配るとかね、子供に教えるんですね。こういうふうにして人を助けるんだよ。私たちはね、この大会社の社長でいい給料をもらってるけど、それは今だけ。お金は神様から預かったものだからと言って子供に教えるんです。苦難に打ち勝つ力を与えられ、それを子供にも教えています。誘惑がやってきても退ける力を受けるんです。それはそれは豊かである人生、意味のある人生を送れるようになるんです。さて皆さん、自分には何のトレーニングが必要か考えてみてください。これみんな違うので今週考えてほしいと思います。最後に、人が一番恐れる死についてお話しします。明日死ぬよと神様に言われたらどうしますか。どうしよう、仕事、家族、お金、家。で、サウロという王様がいました。彼はね、ショックで体が動かなくなってしまったんです。明日死ぬよと言われました。サムエル記の28章、するとね、サウル王は突然倒れて地上で棒のようになった。
ボロによって動かなくなったんですね、ショックで。サムエルの言葉を非常に、預言者サムエルです、の言葉を非常に怖がって恐れたからです。彼は背が高くてイケメンでした。で、強い王様でした。戦いに行ったらね、勝ってくるような、もうちょっとスキルがある王様なんですね。でも心はとっても病んでいました。メンタルが弱くなっていくんです。ストレスです、王様としての仕事の。信仰的に神様に従うことがもうできなくなるほどの弱さでした。で、次の王様が決まったんです。若いダビデという人でした。神様が選んだ若者でした。信仰がもっとあり、敬虔な信仰者でした。勇士でした。サウロより力があったんです。戦うとね、勝っちゃうんです、いつも。さて皆さん、明日死ぬと知らされたら何をするでしょうか。イエス様は明日死ぬという時何をしたか。あのね、弟子の足を洗ったんです。自分の一番好きな人たち、 仲のいい人たちの足を洗って、一緒にご飯を食べました。これ最後の晩餐で、今も聖餐式で残っています。その後賛美歌を歌って、いつも行くその公園というか、まあ、そのですね、そのへ行ったんです。その時兵隊がやってきて、怒った弟子たちが耳を切り落としてしまう時に、おお、イエス様がダメだよと言って、耳をつけて癒してあげるんですね。耳をくっつけようと言って、最後まで大好きな仲間と食事をし、一緒に賛美をしました。敵である人にも、自分を捕まえに来た兵士にも優しく癒してあげたんです。そして十字架で死んだんです。明日死ぬと知らされたら皆さんどうしますか。心と信仰の心のトレーニングが必要じゃないですか。心を開いて信じることが大事です。さあ、心と体のトレーニング、スポーツの日です。今週、今月、今年は頑張ろうじゃないですか。お祈りいたします。天の神様、私たちに心を開いて体と心の健康トレーニングを教えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。たまものと若い力を、神の皆のためすべて用いよ。主イエスは先立ち進みゆかれる。ためらわずに後に続いて、君の賜物と若い力を、主の技のためにすべて捧げよう。君の魂全て捧げて、神に奉仕する日々を与えよう。人の世に神は御子を与えた。君は神のため何を捧げる。君の賜物と
深い力を主の技のためにすべて捧げよう。どんな良い技もキリストイエスの十字架の愛には比べられない。君の罪とがをすべて許して贖いの技を主は成し遂げた。君の賜物と若い力を主の技のためにすべて捧げよう。礼拝の後は焼肉のランチがあります。チキンとポークとあとビーフはカルビですね。3種類あるの でご飯は玄米です。だから食べられます、体が、健康のために食べない、白米を食べない人も食べられるので食べて帰ってほしいと思います。あと子どもたちはですね、ピックルボールを、ミニピックルボールをするので、ちょっと、15分ぐらい試合をしたりするので皆さんエンジョイしてください。それではお祈りいたします。私たちに心の健康、体の健康を与えてくださるイエス様の素晴らしい恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる素晴らしい交わりが一人一人の上にありますように。アーメン。